しました。YouTube の皆さん。そう、メインはね、YouTube チャンネルなんで、あくまでもインスタはちょっとサブになりますが。お待たせしました、皆さん。よしよし。しました。ああ、うるさい YouTube うるのさい。皆さん。ちょっと待って。そう、メインはね。よし。OK, OK. はい。お待たせしました。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。あれ、間違えた。そのまま送っちゃった。よし、OK。固定にして。よし。さあ、ちょっと気を取り直して。皆さんよろしくお願いします。YouTube の皆さんすいません。ちょっとね、Zoom 違うの開いてて、で、何度やってもね、いつものね、このライブ配信のやつが出てこなかったんですよ。で、あれまさかと思って、そしたらね、アカウントが違くて、で、元に戻したらね、出てきて、っていうので、すごく手こずっておりました。ちょっと遅くなりましたけど、今年もよろしくお願いいたします。はい。インスタの皆さんも、部屋模様替えしてないですよ。前からこれです。はい。前からこんな感じ。人工芝引いて。はい。後ろに、久里さんのユニフォームと、久里さんが、J1200 ゴールか。うん。の記念 T シャツと。あと、ゆうとさんの引退の、はい、ユニフォームと。まずね、皆さんちょっとこれこれ。よいしょ。ちょっと待って。これ、皆さん。これ、見てください、この。じゃ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 ーん。YouTube の皆さん見えてるかな、これ。はい。特典王記念 T シャツ。ね。こっちが背中の方。これ。背中の方で、これが正面のね、特典王。この2種類。本当は、昨日届いてたはずなんですが、ちょっとね、業者の方が、僕のね、事務所、今、熊本にあるんですけど、会社の事務所は。熊本の方に送ってしまったっていうところで、ちょっと、明日届くことになったんで、本当はもう、昨日届いてるはずだったんで、今日明日で、皆さんのもとに、お届けをする予定だったんですけど、すいません、ちょっと明日届くので、週明けの発送になるかなというふうに思いますが、よろしくお願いいたします。このね、2枚のどちらも、ご購入いただいた方は、サインをね、つけて、お届けしますので、はい、よろしくお願いします。今ちょっとね、これサンプルというかね、あれでいただいたやつでっていうところで、マジでかっこいいんですよね。いい感じの記念の T シャツになりましたんで。まあまあ、去年のね、まあ、得点王とか、まあ、いろいろとありましたけど、その辺もね、お話をしながら、はい、まあ、今年の、まあ、挑戦だったりとか、まあ、抱負とか、どんなね、こう、まあ、一年だったのかな、振り返りながら、今年の一年、どんな感じにしたいか、みたいなのを、今日はお話できたらなというふうに思います。嘘を超えた？やばいよ、もう。嘘だ。本当に？恥ずかしい。いや、
で、実はね、多分、まあまあまあ、まあ、シーズンが16日に始まるんですけど、1月の16日。で、まあ多分ね、その時に、もう皆さんわかると思うんで言っちゃいますけど、実はね、もう11月ぐらいから、膝を、まあこう、怪我してたというか、なんかまあ、ちょっと痛みを抱えながらプレイしてたんです。11月ぐらいから。なんで、もうシーズン、11月じゃない、10月末ぐらいだから、まあ、シーズン残り1ヶ月ぐらいですね。残り1ヶ月ぐらい、ちょっとね、左膝を怪我を持ちながらとか、ちょっと痛みがありながらやってたんですよ。で、ただその痛みっていうのも、温まるまでの痛みみたいな感じだったんで、まあ練習やったりとか、試合やったりとか、まあウォーミングアップの時はまだ若干痛みは残るんですけど、もう試合に入っちゃえば全然痛みなく、できるぐらいの、まあ、怪我を、シーズン終わる1ヶ月前、持ってました。で、終わってからすぐに、まあ診察に行ったんです。MRI 取って。で、そしたら、なんかこう、膝の、こう、おす、えっと、骨が、なんか骨壊死してるってなって、全然問題ないんですけど、問題なくはないか。まあ大丈夫なんですけど、まあそういう状、なんか、壊死って聞くとね、僕もちょっとドキーッとしたんですけど、まあ、大丈夫だろうっていう感じなんですけど、まあそういう状況だったんです。シーズン終わって、MRI 取ったら。で、まあまあ、練習も試合も全然できてたんで、まあ、そのまま、来シーズン、なんで、まあ、今シーズンですね、そのままやるっていうことも、まあ、考えたは考えたんですけど、まあ、今年のオフシーズンは、まあ、2ヶ月弱ぐらいですかね、ワールドカップもあったんで、あるっていうところだったんで、この時期に直したいなと。まあ、シーズン始まるときに、なんで今年の1月ですよね、に、もう、この痛みも全くまっさらな状態でプレーをしたいなっていうので、まあ、MRI も取って、原因突き詰めて、ほな、じゃあ1ヶ月間とりあえず、安静にしましょう。はい。っていうのが、まあ、ちょっとね、皆さん、12月のイベントで、まあ、僕に会った方は、まあ、奈良の皆さんはね、ちょっと見られた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、映像とかでも。まあ、松葉杖をついても完全、こう、安静にしてたわけなんですよね。まあ、松葉杖ついてたらもう2週間弱ぐらいか。で、もう完全安静にして、1ヶ月過ごして、まあ、12月末にまた奈良に帰ってきて、で、こう、どういう状況なのかみたいなのをもう一回 MRI で撮ったときに、まあ、MRI の機械が、まあちょっとね、別の病院で撮ったってところもあって、まあこう、鮮明度が違うんですけど、でも、なんかまあ、あんま変わってない、むしろちょっと悪化してるかも、みたいな感じになって、で、そっから注射打ったんですよ。まあ、オペするっていう選択肢もあるんですけど、でもまあ、今の年齢と、まあ、オペすると1年から1年半できないんで、まあ、可能性としてはないだろうと。まあ、本当ベテランで残り1年とか、めちゃくちゃ若くて、まだね、時間があるとかだったらあれですけど、まあ、ナンセンスだなっていうので、それは選択肢として消えた中で一番最善の選択肢が、まあ、注射なんじゃないかっていうので、まあ、PRP っていうのを打ったんですよ。膝にね。で、またそっから、1週間、10日、1週間ぐらいか、は、マジで痛くて。で、まあ、帰ってきて、年末に打ったんで、そこもう年末年始はもう全く動けない状況だったんですけど、で、帰ってきて、まあ、松葉杖も取れて、まあ、ようやく、まあ、痛みも、まあ、こう、日常生活ではあんまり出ないかなぐらいの痛みになってきて、今っていう状況なんで、まあ、少しじゃ、こう、他のね、選手よりかは若干遅めのスタートになるんですけど、まあ、2月頭のね、もう合流を目指してっていうところで、やるっていうところはね、まあ、シーズン、まで1ヶ月ぐらいあるので、まあ、そこでね、また戻してってっていう状況なんで、本当この2ヶ月間ね、もう、マジで動いてないっていう はい、もう、
そのね、膝をこう直すのに集中してたっていうのがあったんで、もしかしたら超えたかもしれないっていう、超えましたかって言われたんで、いや、その理由もちゃんと説明、理由、超えたかわかんないですけど、ちょっと恥ずかしいですけど、すごい遠くになって少しでも。はい。そういう理由があってね、ちょっとこの年末年始ね、本当はサッカー教室だったりとか、いろいろと、まあ、じゃんじゃんやってきたかったんですけど、ちょっとね、僕がそもそも動けないっていうところもあって、なかなかそういうのもできずっていうような、状況だったんですよね。はい。初めてオペ室入りました。なんか、髪にこうやって、何？バレーみたいな、ベレー帽みたいなのかぶって。はい。そんなのが、はい。この年末で28かな？にあって。で、29に車で帰ってっていう、マジでクソ痛い中で車で帰って、松葉杖つきながら、パーキングとか寄ってみたいな。そんなような、ちょっとね、バタバタな年末年始で、っていうような、はい、感じだったっていうようなことを。ちょっと皆さんね、驚かれるかもしれないんで、そういうの状況だよっていうところをお伝えを、まずしときます。はい。そんな年末年始でしたね。はい。ただまあ、実家でね、ちょっといろいろとゆっくり過ごしながら、皆さん見てくださいましたかね？ YouTube ライブ配信、ご覧になってる皆さんは。先ほどね、8時に、ちょっとね、弟と、サッカーゲームをね、一緒にやってる。まあ、弟は10個下で、ジェフのユース帰ってるんですけど、ずっとね、対決してきた動画を上げてたりとか、あといろいろと年末年始、奈良でのね、観光だったりとか、その他にも弟と対決したこととか、初詣行ったこととか、そんなこともね、TikTok、YouTube、載せていこうと思うので、ぜひぜひ、YouTube の方はね、チャンネル登録していただいてると思うんですけど、まだの方はしていただいて、動画を見ていただいてない方はまだ、ぜひ見ていただけたらと思います。はい。まあ、そんな、はい。ところが冒頭にっていうか、冒頭がいつも長いだろうっていうようなね、はい、話なんですが、まあ、はい。そんなこんなで年末年始を過ごしていましたので、皆さんもね、こうやって、お話しできるのが本当に久しぶりと、ああいうようなところもあって、今日はね、今年の、抱負とかね、どんなことにチャレンジするのかみたいな。ちょっと、ノートの方でね、僕の思いみたいなところは書かせていただいたんですけど、改めて僕の口からね、2023年をどうしていくのかみたいなところのお話もさせていただけたらなと思っております。で、コメントぜひね、していただいて、和気あいあいと、楽しめたらな、楽しいライブにできたらなと思ってます。じゃあ、まずは最初ですかね。はい。16時から、今年、2023年の J クラブ、奈良クラブですね。J リーグに参入した奈良クラブのユニフォームが発表されたっていうところで。どうですか？皆さん、発表されましたが。いかがですかね？皆さん、ちょっとコメント待とうかな。あ、インスタの方でもね、今年の奈良クラブのユニフォームはどうですかって来てますけど。ちょっと皆さん、どんな感じかちょっと反応聞きたいな。どうだろう、皆さん。どうですかね。今年の奈良クラブのユニフォーム。どんなのかっていうのはね、ちょっと各自 SNS とかね、見ていただけたらと思うんですけど、ユニフォームに、この、腰、見えねえね。インスタの方は見れるか。腰の部分からね、こう、脇下部分にかけて、こう、サポーターとのこの歓喜の瞬間。はい。ね、そういったものが、このサポーターのね、イラストが、こう、あしらわれてる。で、ちょっとね、映像だと見にくいんですけど、奈良のね、模様も、散りばめられてるというか、中に映ってると。はい。そんなので、はい。もう本当に、まさしく、こう、奈良一体という、言葉がもう、フィットするような、ユニフォームデザインとなっておりまして、最初ね、僕はちょっと前にこんな感じのデザインです、みたいな写真送られてきたときに、
まあまあ、写真っていうところもあったし、説明もあんまなかったんで、こんな感じですだけだったんで、どういうデザインみたいな感じで思ったんですけど、ちゃんとね、ただただこの赤い点があるみたいな感じを見えたんですけど、でもちゃんとこの、サポーターのね、この歓喜の瞬間でサポーターがイラストになってるっていうところを見たりとか、まあそういった、こう、奈良特有の、こう、文様が、あしらわれたりとかっていうことを、まあ、やっぱこう聞いたりとか、まあ見たりとか敷いたとき、敷いたときになって、したときに、いや、なんか、さすが奈良クラブだなって思いましたね。はい。初めてなんじゃないかな、このサポーターと、サポーターのイラストが使われる。サポーターのイラストっていうか、サポーターをイラストにしたものがデザインとなるユニフォームって、J リーグ初なんじゃないかなって思うと、なんかね、やっぱり、こうね、新しいもの好きというか、本当いかに、皆さんの想像の斜め上を行くのかみたいなことを、こうデザインされた方々はすごく考えているのかなみたいなことを思うような、すごくね、クールなデザインになってたなというふうに、思います。はい。では皆さんもね、結構、ね、やっぱこう、ね、思いとかに感銘を受けてる方もいらっしゃるっていうところもあったんで、デザインも、まあ、僕はというか、社長が、上下のセットのね、デザインを、ちゃんとしたセットのデザインをね、ちょっとなんかこう投稿してましたけど、すごくかっこいいなって、それを見たときに、なんかこの色のバランスとかもすごく良かったですし、ちゃんとね、こう、まあ、手元に来てないんでわかんないですけど、その文様がどうなってるのかとか。でも、やっぱ思いが乗っかったこのユニフォームってすごく楽しみだなって。あとは、やっぱね、この、まあ、右袖ですよね、多分。J っていうね、エンブレムがついて。なんと今年からね、いつもはこう、J3 っていうね、J2、J1、J2 は J の、まあ、こう、模様というかそのロゴがついてると。色は、まあ、赤と緑でついてるんですけど、J3 だけね、ちょっとこう白でもじった J3 っていうエンブレムだけ。なんかちょっと省かれてるなっていう感じをね、受けてましたが、今年からね、全部統一されて J のロゴに色が変わるだけ。緑、赤、青。なんで、J のそのね、エンブレムが、とうとう奈良クラブにもついたかと。今まで JFL とかね、そういったところだったと思いますけど、とうとうついたのかと、はい、思うと、去年1年間どれだけなことを成し遂げたんだろうかっていうような、このね、はい。いや、改めてですけど、すごく、まあ、いろんなことがあった1年だったなと、はい、いうふうに思いますし、皆さんに支えられた1年だったなと、改めて2022年、思います。はい。まあまあ、そんな中ね、2023年を、まあ、どうしていくのか、みたいなところなんですけど、まあ、まずはですね、個人として、はい、まあ、ここを目指さなきゃいけないだろうというようなところで、まあ、サッカー選手としてね、まずその目標を述べさせてください。サッカー選手としては、やはり、僕個人的には、もうね、年齢も、まあ、こう、そこまで若くない。そこまでというか、もう結構ね、中堅ぐらいの年齢、今年で28になるので、になってきたというところもあるので、やはり、カテゴリーを上げていくっていうところを考えないといけない。そのためにも、この過去、4年間 J リーグで在籍した、J3 でプレーをした、この中で取れなかった。まあ、J3 の得点王っていうところを目指して、今年1年間は戦っていきたいなと。まあ、昨シーズン本当にね、ありがたいことに皆さんの支えもあって、16点取って得点王になることが、JFL で得点王になることができました。で、これがね、また、翌年も取ると、ね、2年連続で、取るっていうのは、まあ、カテゴリーも上がることですし、いや、難しくなると思います、相当。ただ、できないことはないなと思いますし、まあ、今年は、去年のね、得点数、16点っていうのを超えた
キャリアハイの得点数を、まあ、38試合っていう、こう試合数も多くなるってところもありますけど、まあ、最低限、取っていかないといけないなと。そしてその先の得点を目指していかないなといけないなと。そういうような思いを、はい、持ってます。まあ、そこがまず個人的な目標になりますね。そして、その先の、カテゴリーのを上げていくことっていうものは、目標としては考えてます。で、個人的にもね、本当にちょっと遅咲きな選手というか、まあ、自分で言うのもなんですけど、成長期もすごく中2の冬ぐらいに来て、もうみんなね、170超えてるのに、僕なんか150ないみたいな中学校入った時ね、そんな状況から、中2の冬ぐらいから成長期来てみたいな、まあ、だいぶ、遅咲きな選手ではあるので、まあ、自分の中でのピーク、キャリアハイになるようなピークって、まあ、30ちょっと過ぎてからかなって、31、2とかなのかなと思うと、まあ、その時には、まあ、J1 でね、プレーをしていないといけないなっていうことを考えた時に、まあ、もう本当に時間は限られてるなっていうような風に思ってるので、そういった意味でも、逆算した時にでも、やっぱ今年、得点をなって、まあ、さらにね、上にチャレンジしていくと。そんな一年にできたらなというふうに思ってます。まあ、これが選手としての目標ですかね。で、チームとしての目標は、まあ、まだね、ちゃんとチームとして始動してないので、あれですけど、まあ、最低でも、一桁順位は乗っていかないといけないなっていうところ。で、まあ、もちろんその先の優勝とかも目指していかないといけないなと思いますけど、まあ、そこはね、チームも、どんな感じの目標でいくのかっていうところも改めて、まあ、こう、チームでね、こう、共有し合ってっていうところがあるので、またどうなっていくのかってわかんないんですけど、やはりそこのね、一桁順位、上位に目指していくっていうところは変わらないのかなというふうに、思います。はい。アシスト数は今までのキャリアハイね、まあ、YS の2年目、僕がもう J リーグでプレーをした1年目、13.7アシストしたんですけど、その7がマックスですね。だから、J リーグでのキャリアハイは、その時が、YS の時の13点と7アシスト、これがキャリアハイになりますね。去年のアシスト数は5かな？だから16点の5アシストなんで、アシストは抜けなかったんですけど、まあ、得点数では一応キャリアハイになった。まあ、ちょっと話は脱線してしまったんですけど、まあ、そういった、まあ、選手個人としての目標、そして、まあ、チームの目標は、まあ、そういうふうな、この2つになるかなというふうに思っています。ね、まあ、そのためにも、久しぶりに鳩努力したいなって、J リーグで。はい、そんなふうには思ってますというところです。で、まあ、あとは、まあ、こう、浅川隼人としてどうしたいのかっていうようなところになりますけど、はい。ノートにも、書かせていただいたんですけど、まあ、今年の夏ぐらいになりますかね。すごく大きなチャレンジを一歩踏み出す予定ではいます。一応、もうその、ための準備をしてると。まあ、何をするかっていうと、まあ、こう、キッチンカーをね、こう、まあ、僕のこの会社の事業で、やっていきたいなっていうふうに思ってて。まあ、そのためにも今、結構いろんな準備をしてたりとかをしてるというような、状況になります。なので、まあ、本当に結構大きなチャレンジになるんじゃないかなと。今までのこう自分でやってきた事業とか、自分でやってきた活動とかを比べると、まあ、こうリスクも、また、多分そのリターンも、計り知れない大きなものになっていくんじゃないかなと。リターンとリスクだけではなく、本当に、まあ、この地域に、この奈良の地域だったりとかに、まあ、まだまだ小さな力かもしれないですけど、すごく新しい、いいロールモデルとなるような、コンテンツが、まあ、出来上がるんじゃないかなと思ってます。で、ゆくゆくは、まあ僕の将来的な部分ですけど、まあやはり、こう僕が事業していく上で大事にしてるのが再現性なんですね。で、なぜ再現性かっていうと、やはり、こう夢の裾野を広げていかないといけないと。
で、それを僕はサポートしていかないといけないっていう、僕は夢を追い続ける環境を作るというところで、会社としての理念としても、夢を追い続けられる、きっかけ、それを、まあ、提供するというような、ものを考えたときに、やはり、自分だけがね、できるものだと、もちろん、独自性はあるんですけど、なかなか広がっていかない。貴重価値はあるか、上がるかもしれないけれど、朝から隼人ができた。だから、俺にもできるんじゃないか。そういうふうな授業でないと、やはり、さっき言った夢を追い続ける環境っていうのを作っていけないんじゃないかなと。そう思ったときに、やはり、まあ、再現性を持って、やるべきだと。なので、まあ、キッチンカーとしても、今の、まあ、こういうふうにやっていきたいっていう事業の案、計画、まあ、そういったものは、もう、頭の中で、また、実際に、ね、もう動かしている部分ではあるんですけど、まあ、そういったところも含めると、誰しもが多分選手としてやるんであればできること、プラスアルファで、まあ、やっていくというようなところが、まあ、この夏にね、まずその第1号というか、やつができるんじゃないかなというふうに思ってます。それが、まあ、今年の夏の大きなチャレンジですかね。ちょうど会社も、3期が終わって4期になるようなタイミングでもあるので、そこからの1期っていうのはすごく大きなチャレンジになるんじゃないかなと。で、あとはですね、こういったまあ、僕の授業でっていうところの、話もありましたけど、まあ、片岡壮君と、こんな活動やってみたいねっていうのが、ある程度決まりましたんで、今年の奈良おこしというか、奈良を盛り上げていく、決まりました。また、これはね、また、シーズン始まった時に、壮君と、またライブ配信をしようっていう話をしてるので、まあ、その時に、これやったらいいよねっていうのを話をしながら、また皆さんとのこのアイデアを練ってもらいながら。実は、昨年ね、奈良クラブでやった39市町村応援プロジェクト、これの発端となったのが、この YouTube ライブでした。そうくんと2人でやった奈良おこし、こういうふうにやっていきたいなって、そういった思いで、まあ、こうやり始めたこの YouTube ですけど、そのライブで、まあ、ありがたいことに、一番最初のね、焼肉丼はじめさんでの、イベントが決まり、その後も、こういうふうにやってほしいというのをファンサポーターから、お話しいただいたりとかしながら、去年1年間は活動してきました。で、それがね、本当に実を結んで、まあ、チームとして、まあ、社長がそれを見てくださったんで、それをこう、吸い上げてくれて、チームとしてやった方がいいんじゃないか。それで39市町村応援プロジェクトが始まって、で、メディアとかも取り上げられやすくなった。あれは多分、奈良クラブがサッカーだけやってたら、きっと昇格できてないと思いますし、優勝なんてできてないなって思っていて、ああいうふうにファンサポーターと交流したりとか、地域のことを知ったりとか、どうやったら奈良を盛り上げていけるんだろう。それを全員が、考えるきっかけになったあのプロジェクト。そしてそれを行動に移した、あのプロジェクト。があったからこそ、奈良にこんだけ、根付く、根付こうとしているチームが J リーグ昇格しようとしてますと。そういったところで、まあ、メディアさんもね、来ていただきながら広がっていって、鈴鹿戦で14,202名、来てくださったりとか、本当にね、多くの方々が、来てくださったことにつながったんじゃないかなと。で、だからこそ、結果も出たんじゃないかなと。なんで、多分、これ、どっちかだけやってても、いや、本当に無理で、この両輪があるからこそ、しっかり回っていく。だから改めて僕は、サッカーだけじゃなくてか、っていうか、サッカーの結果って、正直、言わずもがなじゃないですか。サッカー選手である以上、それで勝負しない、どこで勝負するのっていう話なんで、だから選手として結果出します。チームとして結果出します。これは、当たり前なんですよね。だからわざわざ、まあ目標として言うのはありです。ありですけど、わざわざ、なんか、それだけをこう、ずっとね、まあ、言い続けますけど、それだけをこう、言ってるってよりかは、だからこそ、こういうふうに、僕らは、
例えば、奈良クラブでは、奈良の未来を共に作ると。サッカーを通じて奈良の未来を共に作ると。その、理念、これがあって、一つの手段としてサッカーがあると。もちろんサッカーを通してっていうところがあるので、サッカーは中心になりますけど、でもやっぱ奈良の未来を共に作るって、ここがないという意味なんですよね。はい。だからそこもやっていかないといけないって思うと、僕は一つ、気をつけないといけないなって思う部分で言うと、奈良クラブが J リーグ昇格しました。J リーグだからといって、奈良クラブらしさを忘れてはいけない。そこは絶対外しちゃいけないなって思うので、だから僕のこの言ったいろんな活動もやっていきますし、今年は本当に奈良の魅力をこの YouTube で動画でどんどん収めていくつもりなので、ぜひチャンネル登録もしておいてほしいんですけど、そういうふうに、どんどん発信していきます。まあ、選手を巻き込んでいきながらそれを発信していきますと。で、チームとしてもそういうふうにやっていきますと。で、だからこそ、結果も出てるんですよ。そういうふうにやっていかないといけないのかなと。で、多分意外に知られてないんですけど、日本財団っていう、日本の協定の、資源を、資金を使って、それをね、基金にして、スポーツの、スポーツだけじゃなくて、そういった社会貢献に、使っている。財団があるんですけど、そこの、年間のこの、ヒーローザワーっていう表彰式があって、そこに僕も出席してきて、今年表彰されたのが、川崎フロンターレさんと、鈴木武蔵選手、この二人が表彰されたんですよ。で、結構意外に知られてないと思うんですけど、フロンターレとかは、今でこそあれだけめちゃくちゃ強い、サッカーチームですけど、でもそれをも土台を作ったのっていうのは、あの街にフロンターレがある意義っていうのを体現し続けたからこそだと思うんですよ。だからあれだけサポーターも多いし、あれだけチームとして強くなってる。みんなのこのサッカーの強さだけでフロンターレすごいねって思うかもしれないですけど、そこにはそういった活動がやっぱりあるんですよね。だから僕はいい意味ですごくロールモデルとして表彰さ、されたなっていうような、すごくモデルケースを見たなっていうふうに僕は表彰式で思って、それをなんかもっとね、大々的にどんどん出てっていけばね、なんかもっといろんなチームも、なんかこう、ただただの J リーグクラブじゃなくて、例えば奈良クラブとか、川崎フロンターレっていう、その、個々のこう名所が光るぐらいの、意義みたいなのが出せるんじゃないかなって、そんなふうに思った表彰式だったんですけど、で、また鈴木武蔵選手もね、表彰されてっていうところで、僕もいつかね、そういったところで表彰される、されるというか、されるぐらいのね、選手にならなきゃいけないなと思うと、残りのね、この現役の期間で、やらないといけないことはたくさんあるので、毎日本当にね、動かないと死んじゃうタイプでもありますけど、こうやり続けてると。そんな風なロールモデルな選手、ロールモデルなチームっていうのが J リーグにはあると、いうようなことを、改めてね、こう思う、この年始、年末か、にはなったので、すごく、楽しみな J リーグ30年目、になるんじゃないかなと思ってます。で、それもそうですし、昨年末ですね、ワールドカップが盛り上がりました。で、あの盛り上がったこのワールドカップの熱をどうやって継続させていくかって思うと、これは僕はやはり身近な存在が選手でないといけないのかなと思ってます。どういうことかっていうと、ワールドカップで活躍した選手たち、ワールドカップで見てた選手たちっていうのは、いわば日本の本当に代表であって、全国民のスーパースターなわけですよね。で、トーナメントってのは面白いんで、もう絶対勝ち負けがあるんですよね。リーグ戦だとやっぱ引き分けもあるので、言ってしまったらしょっぱい試合というか、0-0でね、こう何も本当に動かない試合みたいなのも
あったりはする。それもなんか一種の戦術のうちだったりとかっていうところもあって、長いリーグ戦の中で。でもトーナメントって PK があるんで、勝ち負けが絶対存在する。だからこそ余計、その90分でドラマが余計生まれると。そんなワールドカップだったと思いますし、そんなトーナメントにはなる。で、まあ、そんなドキドキハラハラな、年末を送ったと思うんですけど、その熱を、じゃあ、どこで継続していくかってなった時に、彼らは、まあ、海外の選手が結構多かったりするわけですよね。もちろん日本の選手もいます。ただ、なんか、こう、もともと J リーグって、オラが町の J リーグクラブで発足して、まあ、もう、奈良もね、また J リーグが生まれたので、ほぼほぼ47都道府県に、まあ、こう J リーグクラブがあると。ここまで広がった、オリジナル10から始まったところが、もうここまで広がってるっていうことを考えると、すごく大きく広がったと思うんです。なんですけれども、それで見るところが、結局は、すごく遠い存在になってしまってるっていうような現状がある。だからこそ、地元のね、J クラブ、まあ、ないしはね、まだ JFL のチームもありますけど、そういったチームの、そういった選手たちが、いかにその地域の方々に応援していただけるか。応援していただけるかじゃなくて、僕らがその接点作りをしに行って、で、知ってもらうきっかけを作るかっていうようなところが、すごく鍵になってくるんですよね。で、それをすると、まあ僕はこれはもうかれこれもう4年5年ずっと言ってますけど、まあゼロ距離 J リーガーって歌ってずっとね、言ってますけど、やはり接点を持つことで、こう、家族に J リーガーが生まれたら、多分、サッカーがいくら嫌いな家族でも応援すると思うんですよ。試合見に行くと思うんですよ。その接点を、どれだけ、こう、選手たちが作れるかっていうようなところなんですよね。はい。まあまあ、そういったものを、はい、J リーガーたちはやっていかないといけないわけですよ。はい。なので、来年の J リーグ、本当に転換期だと思います。このままワールドカップの熱狂を J リーグに持ってこれるのか、はたまた、また4年後のワールドカップまで持ち越しになって、一時期は、このワールドカップで温まったサッカー熱が冷めてしまうのか。ラグビーワールドカップもすごい盛り上がりました。で、そういった中で、もちろんね、こう、今盛り上がってないっていうわけではないですけど、やはりその、熱狂が、なかなかこう、継続、ね、難しかったっていう。しょうがないんですよ。あれだけ大きな大会ですからね、ワールドカップって。僕も経験したことないし、本当にもう一ファンとして見ただけなんで、わかんないですけど、どれだけのプレッシャーがあって、どれだけの影響力があって。ただ、やはり、まあ、一ファンからして見ると、やっぱそういうふうに本当に熱狂したというか、本当に興奮したワールドカップ。それを超えるものってなかなかないかもしれないんですけど、でもね、やっぱり、例えばですけど、まあ、この間、下沢君と話してて思ったんですけど、やっぱりこう、確かにレベルの高いハイレベルな試合かもしれないけど、まあもちろん決勝のね、こう、フランス対アルゼンチンみたいな、もう誰もが知ってる選手がいれば別ですけど、あんまサッカー選手知らないし、でもレベルは確かに高いかもしれないっていうワールドカップを皆さん見ましたかっていう話で、予選から。なかなか見れてる選手、皆さんいないんじゃないかなと思うんですけど、結局はそういうところだと思うんですよ。めちゃくちゃ主要なね、こう、試合か、有名な選手がいる試合か、知ってる人がいる試合か。で、どっちの方が熱が入るかって、圧倒的に後者だと僕は信じてて。だからこそ、皆さんとのこの接点作りを、僕は常にやってきた。今年もゼロ距離 J リーガーとしてやり続ける。そういうことを、僕は選手として、やり続けることを、まあ、今後のキャリアでもやっていきたいですし、それを、まあ、手を取り合って輪を広げていきながらやったのが、このウルトラスであり、ウルトラスの選手であり、それがもっともっと今年は広がっていって、他のスポーツにも広がっていっていったところで、広がっていってるので、僕はすごく、この後の
スポーツ界、サッカー界が盛り上がるためには、そういう選手たちが必要で、そういうクラブが必要で、でも、皆さんの県には、そういった選手たちが、そういったクラブがいるっていうのも知ってほしい。そういったようなところを、知るきっかけになる。そのためには選手が活動しなきゃいけないなと、ね。それを、改めて僕は、J リーグを外から見て、1年間感じました。やっぱり奈良クラブ最初、奈良クラブってどこ？いや、J リーグっていうリーグがね、多分ご存知だと思うんですけど、あって、その中にも一応 J1、J2、J3 っていう3つのカテゴリーがあって。で、その下に、アマチュア最高峰っていうアマチュアリーグの全国リーグがあって、それがジャパンフットボールリーグっていう JFL っていうリーグで、そこに在籍してるので、プロのサッカー選手ではあるんですけど、まだ J リーガーではなくて、J クラブでもない、プロクラブなんですって。説明難しいですよね。そもそもし、ね、奈良クラブっていうのがあるのを知らないみたいな。浅川選手誰？みたいなところから始まってったわけなんですよ。去年の1年間は。そっからですよ。これだけ奈良が盛り上がって、J リーグクラブができる。僕はその瞬間を一緒に皆さんと共に歩めたのはすごく僕にとっての財産ですし、だからもう一年このね、奈良で、しっかりこの土台を作った上で、活動していきたいっていうところが思いになってね、また一年一緒に戦わさせていただくっていうものを決めましたけど、そういうふうなね、ことをやる、この僕は J リーグ転換期になるんじゃないかなと。いうふうに思ってるので、そんなこの J リーグ30周年のこの節目の年に、いかに浅川隼人が、チャレンジできるかっていうのを見ておいてほしいなと思いますし、奈良クラブとして、うわぁ、J リーグ奈良クラブ、めちゃくちゃいいじゃん。そんなロールモデルになる土台を今年1年間チームとしても作っていくための、サポートをね、僕はしていきたいなと思うので、ぜひ皆さん、そんなね、奈良クラブと浅川隼人を応援していただけたらなと、いうふうに思います。めちゃくちゃ喋りすぎて、いつも皆さんを置いてきぼりにするっていうね。質問があったら皆さん随時書いていただけたらと思うんですけど。ですね。そんな感じでしたね。で、あとは、さっきね、ウルトラスっていう話はしましたけど、今年の、2023年の、応援が、開始されました。昨年の12月ですね。に、応援が開始になったと。ありがたいことに僕も今年、2、3、4、11ヶ月ですね。11ヶ月のうち、多分もう半分ぐらい。応援があるというような状況で、本当に皆さんありがとうございます。で、これを言っても、何それっていうことをね、思う皆さんもいると思うんであれなんですけど、選手の一月を、ファンの方が応援できるというところで、直接応援を届けられるっていうので、スパイクっていう手段を使ってお届けしてるんですよ。で、僕ら何を提供してるかっていうと、本当に、ウルトラスにしかない最高の感動体験というものを提供しています。例えば、僕にとって去年の16ゴールって、言うたらあの1点って16分の1のゴールなわけですよね。どの1点も同じ1点なんで。でも、その人からしたら、応援した人からしたら、自分が応援した月で取ったあの1点っていうのは、一生の思い出残る1点となるんですよね。そういった感動の、最高体験、最高のね、感動体験を体験していただいて、で、その応援したスパイク、ゴールを取ったスパイクが、一月終わった後にファンの元に帰っていくと。そういうような企画になっています。その応援のパターンもね、2パターンあって、2足応援するパターンと1足応援するパターンってあるんですけど、2足の方は、自分にスパイクが返ってくる方です。なので、
まあ、金額的には、例えば2万円の定価のスパイクだったら、4万円の、をお支払いしていただくっていう形になるんで、ね、金額が倍になるんですけど、一足はその選手がその後のシーズンも履いてくれるし、そのゴールを取ったスパイクとか、リーグ戦で履いたスパイクは、着用スパイクでサイン入りして、また応援していただいたファンの元に帰ってくるというところ。で、交流会もあって、選手といろいろ話をしながら、サインもその場で書いてもらって帰ってくると。そんなことが2足円でできて。で、1足円の場合だと、定価のもう金額そのままですね。2万円だったら2万円のスパイクを応援をしていただいて、で、1月終わったら、まあ選手もね、その後スパイクが使えないですし、ファンの元にも帰らず、まあウルトラス、僕らに、返却していただいて、僕らが何か、活動で使わせてもらうと。去年のね、その16ゴール取ったスパイクのもう片方は、小さなキーホルダーとなって、今、ウルトラスのホームページで、販売をしています。まあ、ゴールを取った片割れのこのスパイクがですね、まあ、お守り感覚にいかがですかっていうところなんですけど、まあ、メーカーの思いと、ファン、サポーターの思いと、それを、まあ、乗せた、スパイクが僕に届いて、僕が、ピッチで、プレイヤーとして、まあ、活動し、まあ、プレイをして、そのね、ゴール取ったりとか、まあ、汗水流して、1ヶ月一緒に汗水流したスパイクが、まあ、最終走者の、春日野さん、革職人さんですね、奈良の革職人さんの手に渡って、リメイクされて、小さなキーホルダーになって、それをまた、次の、まあ、夢を追う子供たちとか、夢を追う人に届く。そういうような、こう、夢の循環を、まあ、させてもらったりとか、いろいろと。まあ、ちょっとね、なかなかこう、イベントっていうのはできなかったですけど、昨年は。今年はね、そういったイベントもね、まあ、ちょっとシーズンもね、長くあるんで、その、オフシーズンうまく集まれるかってわかんないですけど、ちょっとね、いろいろと、まあ、こう、企画も1年間ね、通じて考えて、子供たちとかね、ファンサポーターだったり、みたいなので、イベントもやってって、まあ、そんなところをね、で、なんかこう、プレゼントしたりとか、まあそういった企画に使わせてもらったらなっていうような感じでやってるというような感じです。今年は家庭内予算審議が終了してたけど、来年、ありがとうございます。はい。ぜひ、皆さんね、まだ僕の、月残ってるんで、2月がまだ、だから僕がもう復帰明けですよね。初めて履くスパイク。まだない状況なんで、ぜひ、今見ていただいてる方いらっしゃれば、お願いします。はい。3月はね、もう、応援が終了しててっていうところで、まあ、何ヶ月か応援終了してるところがあるんですけど、ありがたいことに。でも、まだないところもあるので、シーズン最後もないのかな。なんで、得点を最後決めるっていう、この、スパイクも、まだ募集があるので、多分、ぜひお願いします。まあまあ、そんなね、ウルトラスがあって、まあ、これは、多分というか、絶対、スポーツ界で、今もざわざわしてると思いますけど、ものすごい価値のある、プロジェクトになるんじゃないかなと、信じております。まあ、多くのね、選手たちも今賛同して、一緒に参加して、一緒に夢を追ってもらってますし、今日もね、坪川選手、っていうね、カターレ富山の選手、去年まで、パルセイロいた選手ですね。あとは松永選手、WE リーグの選手、3人目ですね。3人目の WE リーグの選手。今、マイナビ仙台にいる選手がリリースされて。またちょっとチームが決まってなかった選手も数名いて、まだリリースもできてなかったりっていう選手もいたので、もう30名ぐらいで、今スタートしてるっていうような状況ですね。4年前に、ハヤトドリームプロジェクトっていう一人から始めて、そこから10人の、ウルトラスっていうプロジェクトが始まって、昨年は、まあ昨年ですね、おととしか、おととしに、まあ法人を立てて、で、そこから一般社団法人ウルトラスとしての活動が始まって、去年、まあ20名ちょっとの選手たちと一緒に始まって、まあ活動して、で、今年30名ぐらいから始まって、ちょっとずつこう増えて、本当に、ありがたいことに、選手からのアプローチも増えていったりとかっていうところで、あとリーグとかね、そういったところでのアプローチみたいなところも増えていってっていうところもあるので、広がっていってるなっていう感じはするので、すごく楽しみですね。
まあ、そんなところもチャレンジしていってますんで、ぜひぜひ応援していただけたらなと思います。はい。ですね。はい。あとなんか質問とかありますか？もう、ちょっとね、僕はまあ、時間はあるので、なんですけどね、もう9時から始めたもんなんで、もう10時近くになるので、なんか質問ある、いれば。うん。まあまあ、とりあえず今年の目標ですね、得点を取るっていうことなは、今年も引き続き、まあ目標として掲げていきたいなというところ。まあそういった中でね、また、カテゴリーを上げていくっていうところ。これも、一回外に出た、J リーグから外に出たっていうところから、改めて目指す方向性とか目指すところっていうのが明確になりましたっていうようなところですね。はい。そして、会社として、こうキッチンカーの事業を、はい、するっていうようなことが夏ぐらいにもう、やり始める。夏ぐらいにオープンかなっていうような目処で今動いてます。はい。あとはまあ、フルプラスも30人ぐらいで始めましたっていうところですかね。はい。ナラディアンも行きましたよ。何日前から行ってるかな？もう4日前ぐらいに行ってて。はい。新しく。そのジャケット、肩パッドないけどな。はい。コートです、これ。なんで部屋の中でコート着てるんだと思いますけど。めちゃくちゃ寒くて。はい。奈良も寒いんだなーって。熊本に比べると寒いですね、やっぱり。最初に生で見たゴールは今も残ってるなって、ありがとうございます。何戦ですかね？昨シーズン16ゴールあるうちの、この試合で見に来てくださったんでしょうか。ああ、新加入した選手の印象を聞かせてください。いやー、これね、ちょっと、まだね、会ってない選手たちがいるので、会ってから、だからシーズンが始動してからちょっとお話ししようかなと思います。はい。まだね、名前も、ちゃんと覚えられてなかったりもするので、ね。そこをちょっとまあ、シーズン始まってから、これもまた、ちょくちょくやっていくので、ライブ配信も。で、また今シーズンもね、試合終わった後の振り返りはやっていきますし、まあ、それ以外にもやっていきますんで、はい。あ、黒髪ね、めっちゃ増えましたね。確かに。上はね、金色なんですけど、でも今週、来週か。来週また染めます。はい。今年はっていうか、はい。J リーガーはね、あれが、何、選手名鑑だ。選手名鑑。名前で忘れちゃった。選手名鑑がね、ありますけど。はい。懐かしいな。今までね、もう、かれこれ、4年、5、4、4冊、5冊ありますけど。昔の選手名。はい。そのためにまた髪色をちょっとチェンジして挑みたいなと思います。はい。またその時を楽しみにしていただけたらなと思いますね。はい。だいぶ金色になっちゃいましたけど。で、黒が多くなったんだよな。だいぶ。この辺も。はい。初戦いきなり松本ですが、どうですか？いやー、楽しみですね。なんか。J リーグになったなっていう感じです。はい。僕はね、松本山雅と試合したことがないんですよ。はい。なので、ちょっとね、まあ、初めての、まあ、それこそアウェイ、アルビンに行くのも楽しみですし、まあ、まずホーム開幕戦で、まあ、多分多くの方々が見に来てくださるんじゃないかなっていう、向こうのサポーターも含めて。で、まあ、声出し応援とかも最初からありなのかな？わかんないですけど、最高の雰囲気でできるんじゃないかなと思うと、もう今からめちゃくちゃうずうずしてるんですけど、でも今はまず、この膝をね、良くして、まあ、開幕に迎えたいなって、そこでもうベストコンディションを持っていけるようにしたいなと思ってます。はい。まあ、この間のね、なんか松本のシーズン、何、決起、決起、奇襲会というかね、それ見ましたけど。いやー、すごいなーって、すごい盛り上がりやなーって。ならクラブもやりたいなーと思う。タオルぶん回したいなーと思いますけど。はい。まあね、そんなことも J リーグになったら、ね、もっともっと増えていくのかなと思いますね。はい。
まあ、インスタにもちょっと、まあ、YouTube もぜひコメントあれば残してくださいね。インスタも答えていいんですね。J3 で戦うにあたって対戦するのが楽しみなチームまたは選手いますか？まあ、やっぱり、まあ、YS と、長野は楽しみですね。はい。長野最高のスタジアムです。日発もそうですけど。いや、僕の恩師が長野でいるので。はい。なので、長野はめちゃくちゃ楽しみですね。はい。で、まあ、長野と僕のね、この一つのこの思い出があるんですけど、思い出あるんですよ、あのスタジアムって。何があるかっていうと、4年前になるのかな？もう、はい。長野で豪雨災害があったんです。で、僕らもちょうど、長野にインしてる状態で、もうホテルの前もね、水浸しで、まあもう川が氾濫してしまって、筑後川は。で、まあ、試合もできなくなってしまったんですけど、やっぱりそこでですね、こう、まあ、長野ファンサポーター、まあ、そう、で、長野選手たち、一緒になってね、なんかこう、もう一度長野をもう盛り上げていきたいというか、そういうようなところでね、僕ら選手も、まあ、向こうの選手たちと一緒に、試合をしたと。まあ、その日の試合はなくなってしまったんですけど、延期試合で、試合をしたときには、すごく拍手をもらいましたし、僕らも、なんかいろんな思いがある中で戦わせてもらったっていうようなところで、はい。まあ、そういうような、思い出もあるチームでもあるので、すごく対戦が楽しみだなと。また、まあ、恩師、またいろんなね、同期とか、一緒にやってた選手たちもいっぱいいるので、だからすごく楽しみだなと。YS はね、楽しみなんですけど、なかなか、こう、もう、前にいた選手たちがほぼほぼいなくて、いるんですけどね、色はいるんですけど、だからまあ、チームとしてとか、スタジアムに行ったりとかするのはすごく楽しみですけど、そういった、思い出とかになるとね、また、長野も思い出あるっていうところで話させてもらったっていうことですね。はい。ですね。あ、夢チケット今年ね、いや、ちょっとね、めっちゃ考えてるんですよね。何を今年チャレンジしてるか。まあ、その辺はね、また、そうくんと、まあ、いろんなことも考えてるんで、その辺も、ちょっと、また次回のね、ライブ配信でお楽しみにしていただけたらなと思ってます。でも、まあ、変わらずね、僕はこう、常に皆さん、サポーターの皆さんの、ファンの皆さんのゼロ距離でいるっていうのは変わらずなので、一緒になって、今年も奈良を、そして J リーグを、盛り上げていただきたいなと、盛り上げていきたいなと思っております。はい。ひげない方がいいですか？どっちだろう？どっちがいいですか？ちょっとアンケート取ろうかな。これ、どうやって、あ、これでね、確かアンケート取れるんだよな。ほら、アンケート開始します。ひげあり。違う、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 違う。ひげあり。えい。よし。YouTube でちょっと質問投げかけました。皆さん、どっちが？うわ、うわ、うわ、半々や。どっちがいいんだろうな。わ、意外、やっぱりない方がいいのかな。うわ、なし、多いな、多いなってわかんないけど。あ、いや、でも半々になってきたぞ、また。そうな、あ、いや、やっぱちょっといいえの、いや、優勢かな。まあ、そっちの方が優勢なのかな。でもこれ、一票入った瞬間変わりそうやな。っていうぐらい僅差やな。
お、スパイクをカットして加工してゴールした写真にシリアルナンバーを入れた限定のヒゲもいいんですか？ アホや。アホがおるわ。太一さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。熊本にまた今年も帰りますね。おめでとう。なんか、あ、おめでとうございます。いや、嬉しいな。うお、アンケート終了しよう。いや。50%、50%っていう。どうなんやろね。はい。まあまあ、ちょっとそこは好きにさせてください。そしたら。はい。背番号29番は、僕が、まあ、これはまあ、引き続きっていう感じですね、今年も。で、まあ、なぜ29にしたのかっていうの理由が、もともと J リーグに入った時に、最初につけた背番号が29番だったんです。で、その背番号で、一回も J リーグのピッチを踏めなかったっていう、まあ、そんな苦い思い出があります。なので、J リーグで始まった29番、そして、JFL で、始まった、まあ、プレーをする一番初めっていうところで29番。これは、まあ、一つ、きっかけ、僕のきっかけとしてあります。で、あとは、やっぱり奈良にちなんだ背番号をつけたかったっていうところがあって、最初は39にしようかなと思ってました。なぜかっていうと39市町村があるので。なんですけど、まあ、なんか、他のものを掛け合わせづらかったら、今みたいな、こう、僕の29っていう思い出みたいなところをこう、できなかったんで、29は何かっていうと、奈良の県番号っていうのが全国各地に、まあ、日本のね、こう、県番号っていうのが全国にこう、散りばめられてるんですけど、その番号が29っていうところもあって、奈良にちなんだ29番、そして、J リーグに、一番最初、こう、J リーガーになった時に、着ていた背番号を JFL で着る。そして、また J リーグに戻ってきたようで29番着る。はい。で、もしかしたらこれが一番強い理由かもしれないけど、足して11っていうところも入れてきますね。はい。2たす9で。はい。まあまあ、そんなのもあった。はい、29番の。お肉も好きだしね。はい。はいはい。肉ですね。わかりやすいと思います。はい。高台と一緒にしました。それもちょっと入れておいてください。はい。片岡選手とコラボはね、シーズン始まったらやりますので、16日にシーズンが始まるので、まあその週とかにやるんじゃないかなって思います。まあキャンプが始まるのはその次の週なんで、そのキャンプ前には、片岡選手と、どんな感じでやるかみたいなところでね。もう、この間ね、いつだっけな、3日前ぐらいにお風呂で、まあ、健康ランド行って、そうくんと話をして、2時間ぐらいずっとね、今年どうやったらなら盛り上げられるかなとか、そんな話をして、こんなことやろうよっていうのを決めたものがあるんで、それを、また次の配信で発表しますんで、お楽しみにしていてください。はい。めちゃくちゃ面白い企画になってますので、はい。よろしくお願いします。はい。ってな感じですかね。まあちょっとね、1時間ぐらい経過しちゃいましたけど。はい。まあ、最初にね、お話しした、まあ、結果についての話なんですけど、もう本当に順調に、今まだこの注射をね、骨にダイレクトに打ったんで、すごい痛いんですよ。麻酔してたんですけど、やっぱ骨には麻酔できないんで、めちゃくちゃ痛くてっていうようなところで、まだそれの痛みが残ってるっていうような感じなんですよね。車のナンバー、恥ずかしいね。はい。まあまあ、それは立ったとき。よくないわ。こうやってやっちゃうの。はい。で、はい。まあ、それがあったんで、まだその痛みが若干残ってるのかなって、1ヶ月ぐらいは消えないっていうところだったんで、まだ1月末ぐらいまではそれがまだあるのかなって思いますけど、でももう、明日からようやく、ウォーキング開始。まあ、自主練ですけど、明日はまだ。で、16日から練習ですけど、まあ、その時、
にはまだどうなのかな。まあ、ジョギングができるかどうかみたいな感じですね。かね。まあ、そんな状況なんで、元気にやってます。で、何も心配ありません。開幕に向けて、ちょっと、そのための準備をしてるっていうだけなんで、問題なく。はい。ちょっとね、皆さんドキドキしてると思いますけど、まあ、そのまま、問題なく、開幕戦でゴールを取るために、すべてフォーカスをしてやってるので、楽しみにしていただけたらなと思っております。はい。で、こっちね。ロハスファミリーで浅川選手にもらった MVP、おめでとうございます。またその辺の動画もね、多分1月中には出来上がると思うんで、熊本でこんなイベントやってたよ、みたいなことの、やつもね、この YouTube に残しておくので、ぜひYouTube、まだな方は、YouTube、インスタの方もね、飛んでいただいて、ちょうどさっきね、弟と対決した動画もね、アップさせてもらったので、今年はすごく多分 YouTube アップされるんじゃないかなと思うんで、見ていただけたらと思います。で、浅川さんの夢スパイクキーホルダーは、もう少し4時間をください。今、もう少しで終わるっていう形だったんで、今、春日野さんが作ってもらっててっていうところで、はい、製造してるので、もう少しお待ちください。我が家にある浅川選手です。東出選手、うわ、ソータ、履いて遊んでたか。いや、ソータと智也。まあ、下沢くんもですけど、宮崎とやるの楽しみやな。そこはすごく楽しみになります。熊本の人はぜひ、宮崎に応援しに来てください。はい。めちゃくちゃいい試合をお見せしますし、活躍した試合をお見せするので。はい。でね、ロアスファミリーもいるし、ウルトラスファミリーもいるし、はい。楽しみにしていただけたらと思います。はい。ということで、長々と喋ってしまいましたけど、朝から早いと、今年も元気にやっていきます。はい。今年もね、たくさん点を取って、皆さんとね、感動を一緒になってね、体験していただけたらなと思いますし、はい。できれば、スパイクにも乗せて、応援していただけたらと思うので、よろしくお願いします。ということで、まずは、インスタの方を進めさせていただきます。最後までありがとうございました。またよろしくお願いします。すぐライブ配信してます。はい、お疲れ様です。はい、ということで、YouTube の方もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今年はめちゃくちゃ YouTube 動画あります。はい。頑張っていきます。いろんな裏側とかね、いろんな思いとか、また奈良の魅力とかもどん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 発信していきますんで、ぜひぜひ、まあ、チャンネル登録して、動画を最後まで見ていただいて、はい。応援していただけたらなと思います。また引き続き、今年もね、楽しくやっていけたらと思うので、よろしくお願いします。ということで、今日も長々とありがとうございました。また、次回、次は多分、そうくんとのライブ配信になると思うんで、楽しみにしていただけたらと思います。ではまた、お疲れ様です。